ないです、そのこのトリプルロールになったはい、よりグッとこう指にこう接地面に当たるというか、はい、そんな感じになりました、うん、ちょっとビニールみたいな尺奪も分厚くないんで、ああそうですね、着脱もしやすいし、デザインかっこいいし、そうデザインです、ああ本当っすね、指のなんか耳に当たる感じがないんで、はい、すごいやっぱこう力入りやすいですよね、はい、バチッとはまるのがありますね、こうなってる、こうなってるんで、なんかここ曲げやすくないですか、曲げやすいっすね、このこのああこの手首のそうそうそう手首のところが今までここで切られてたのがこう当たってたんですけど、はい、こうなってることで少しこう曲げやすさというか、そうですね、ホールドとかもなんかしやすいのかなと、はい、このグーパーはやっぱそこまでこう分厚くないから、ここが減ったでしょ、なんかたわみっていうか、はい、多分ここ巻いた分ちょっとこう逃げてるんですよね、はい、ここの厚みが、それはあるなと思って、こう分厚すぎないんで、すごい、うんうん、いいっすよね、あの手先の動きがしやすくなった、しやすくなったっす、うんうん、バチッとはまってくれる感じします、あーなるほどっすね、うん、確かに確かに、あといやちょっとこのテープ取ってないんでグリップの方はちょっと分かんないですけどただまあグリップはね、多分もう皆さん知ってる通り問題ないと思うんで、はい、皆さん試してみてください。いつの間にか宣伝の話になった。